皆さんこんにちは、みーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は島村さんで購入したお洋服でコーデを組んでみました。よかったらご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。チコさんのマップ付きタンクのインナーに、ユミさんのキャミソールワンピ、そしてミチルさんのサンタケボレロを羽織ってみました。テラさんのキャミソールワンピに、チコさんのシアートップス、そしてインナーは島村さんで購入したバッグ付きタンクを着用しています。トップスインナーは先ほどと同じです。スカートはツーピンクのレースマーメイドスカート、そしてココさんの編み柄ボーダーカーディガンを羽織ってみました。島村さんで購入したロゴティスカートは、おみさんのマーメイドスカート、そしておみさんのシアーシャツを羽織ってみました。インナーは先ほどと同じです。バックスはチコさんのタンタキスウェット、スカートはテラさんのチェックスカートを着用しています。トップスはユミさんのしぼしぼさん、ユミさんのジャンバースカートを着用してみました。ユミさんのワンピースにジルさんのタンタキボレロを羽織ってきました。チコさんのタップ付きタンク、スカートはユミさんのレーススカート、テラさんのストライプ
柄シャツを羽織ってみました。インナーはチコさんのカピチキタイプ、ペラさんが紹介していたレースキャミワンピ、そしてヘルムさんのチェックシャツを羽織ってみました。最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも参考になったら嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。